ラトビアソビエトリガ平和条約は1920年にラトビア民主主義共和国とロシア社会主義連邦ソビエト共和国の間で結ばれた条約である。この条約によりラトビアロシア戦争が終結した。またロシアは契約により確定された永久の国境線の下ラトビアの独立を承認した。条約は モスクワにおいて準備され、1920年8月11日、リガにおいて締結された。ラトビア側は、ジャニス・ベストマナス、ペイター・スバース、アンシス・バスビックス、エジューアーズ・コルニンシュ、カーラス・ポーリュックスが署名した。ロシア側は、アドリフ・ヨフフェイト・ヤーコフ・ガネツキーが署名した。最今は1920年9月2日、リガにおいて条約を批准し、 モスクワにおいても1920年9月9日条約は承認された。批准者の交換は1920年10月4日に行われた。その他、保有交換について調整された。いくつかの条文では、第一次世界大戦中、ロシアにより奪われたすべての文化遺産の返還について定められた。日本語訳は、ラトビア国ロシア国間平和条約外務省。 条約局編、ソ連邦諸外国間条約集1939年1425ページ参照。ありがとうございます。